JR 九州のグループ会社 JR 九州高速線が博多と韓国プサンを結ぶ高速線ビートルの売却を検討していることが分かりました。 JR 九州高速線は完成したばかりのクイーンビートルのほかビートルを3隻保有していて今回この3隻の売却を検討しています。 JR 九州は新型コロナウイルスの影響で鉄道利用客が激減するなど業績が悪化し事業の見直しを進めています。ビートルは3月から運休していて運行の再開が見通せない中多額の維持費がかかることなどから売却の検討を始めたということです。ビートルは韓国プサンまでおよそ3時間で結び1991年の就航以来累計で650万人以上に利用されてきました。長崎県対馬市に寄港する航路については休止する方針で先月対馬市に伝えたということです。